すごい沙織が揺らしちゃうからだえ、これは始まってるのか始まってないのか沙織には分かんない。始まってる始まってる始まってるみたい。おーい、あ、沙織がやってみたいウェブだ。これこれできた公式に。あイエーイ、こんにちは。あ、もう96名の方が、あ、110名の方が、ありがとうございます。皆さん仕事やお勉強終わりにありがとうございます。お疲れ様です。沙織も今お仕事終わってインスタライブちょっと早めさせていただきました。あーい、え、すごい、あ、八木しおりちゃんとコメントありがとうございます。さっきコメントしてねって約束したばっかだからあーい、あ、そうで沙織はコメントの固定をしたいのまずで、今日はあのスペシャル特別ゲストでスペシャル特別ハイパースーパーゲストにヨフルノちゃんが隣にいてくれてるので、沙織の初インスタライブはちょっと安心ですねそうで、沙織は今日さ、何月何日だ、10月29、29、29日ということで、ちょっとハロウィン近いじゃないですか、うん、で椿で仮装したんだよね、はい、あの仮装したんですけど、他の仮装も一応買って絶対に絶対に始める前につけとくべきです、ね、ほんとほら、このウサギのね耳も買ってたのだから、みんながもしつけてほしいなっていう意見があったら、ちょっとつけようかなって、恥ずかしいんだけどちょっとつけようかなって思ってます。で、あ、17時のインライン見れなかったよるのちゃんって、そうだね、じゃあその方はぜひ今の時間とかに見ていただけたら。ほら、ルーノーです。どうも、ヨフウルノです。ヨフヨフヨフウルノです。で、沙織はまずそのつける前になぜインスタライブをしたかというと、12月16日にバースデーイベントを行うからです。イエーイ、あ、盛り上げありがとう、うん、そう、2部構成でランドマークホールで行うんですけど、その告知をねちょっとしようかなって思って、インスタライブを初めてやってみてます。あけまさんもいます。あけまさん、やほみやほみマオも出れるけど、そうなんです、今回私のバースデーイベントには秋山真央ちゃんが MC として出演してくれます。毎年ビッグファイアードラゴンってね、やらせていただいてるんですけど、お、八木しおり見に行きたいです。あー、ちょっとあれですね、現役の方をお断りして、ね、ダメなんですか、はい、ね、あの OG の方とかいらっしゃったら全然どうぞどうぞとか来てくださいで、来てくださいって、もちろんですって言ってるんですけど、ちょっとまだな、緊張しちゃうんだよね、メンバー見てると。なんでですか？なんか緊張しない？見に行ってもいいですか？もう何回も、もううわえ、そう、なんか緊張しない？結局見られるじゃないですか。え、見ないでしょ。見ますよ。そんでさ、沙織多分これ撮るよね。これって撮るお洋服なのかな？つけと思うけど、ちょっとそう。そう、現役の方お断り。かぶってくださいよ。あ、そうね。違うの、先にコメントの固定をしたいの。ビッグファイアドラゴンしか勝たん。はい、もちろん。あ、ゆうみもありがとう。え、どうやってやんの、どうやってやんの、ま、え、ねえ、決め、カイドゲマヨガンダムショー。打ってください。12月、泣き泣き泣き。16日、バースデー、今日大人サウリンさんでごめんですね、ありがとう、さっきまで一緒にいたやん。バースデーイベント、バースデーイベント欲しいラウン、あ、はい、来ました、私の初めてのコメントは流れました、流れました。12月16日、もう本当に携帯もう疎くてですね、あの送ってしまいました、間違えて、わあ、難しいよ、あ、ました、もうこの世の中難しいよ。横浜ランド、ランドマークホール、ランド、これ今ルノに塗ってもらってホール欲しい、欲しい、はい、受付、応募受付、受付、応募受付31日までだよ。そう、おばあちゃんなんです、31日までだよ、だよよよ、え、これでいいかな、どう思う、受付は、わ、あ、これ固定、固定、固定、よっしゃー、やったー
無事ルノに、ルノのおかげでコメントが固定できました。ありがとうルノ。ちゃんとなってますよ。あ、なってる、本当だ、よかった、よし、うん、ありがとうございます。ってことでかぶりました。じゃあ早くない、かぶろうかな、待ちに待ってかぶり時間。そう、これお家でかぶってみてさ、意外と大きいんだよ。かわいい、あ、かわいい、ハッピーハロウィーン、めちゃくちゃかわいい。そう、これしようと思ったの。え、すごくない？見て、すっごいお耳大きいんだよ、ほら。ね、どうやったらそこ上にさ向くかな。え、あ、絶対ちょっと教えていいですか。うん、やって。ですね、あーい、みんなルノちゃんがいてよかったよ、ほんとだよ、ルノちゃんいてよかったよ。なんかあれキュて、あれ、時計、時計になってる。なんかここに一回あるので、うん、その中にさ入ってんだよ。しおりが隣で可愛いって言ってます。あら、そう、可愛いでしょ、はい、ね、なんかさ、ね、なんかここ縮まってない？もっとこう、こう上に行くものじゃないの？だって、あ、これか、あ、もう始まってたので、そうなんです、ちょっとだけインスタライブの時間を早めさせていただきました。お仕事がね、ちょっと早く終わったから。あ、可愛いさ、イエーイ。これちょっと経ったらルノにもつけてもらおう。やだやだ、絶対やだ。え、絶対にやる、かわいいよ。やだやだ、私ポニーテールなんで、いやいや、いけますよ。はい、え、見て、この絵すごくない？かわいい。ずっとスクショタイムみたいな。オラさんは前秒かわいいから、スクショタイムしなくてもずっとスクショタイム。あ、やばい、耳が垂れてきた、寂しいがってるよ。よいしょ、これでないものこぼしちゃいました、助けてください。まあそういう時もあるよね。はい。かわいい。はい。え、すごい、もう500人の方が、ありがとうございます。その500人の皆さんが、ぜひ、こう、沙織の場合、目に遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。うん、そう。ね、もう応募が始まって、ちょっと時間が経つんですけど、うん、まだまだたくさんの方に来ていただきそうだなっていう感じなので、はい、ちょっとインスタライブさせていただきます。はい、私がまず言いたいのは、はい、今日、実は、オナさんの場合、の、うん、衣装を見たんですね。そう、撮影したの、今日。そう、バイブの撮影してた。めっちゃ可愛かった。かわいい、でしょ？そう。本当に、衣装がめちゃくちゃ可愛いんですよ。可愛かった。もう、早く今からでも見せたいぐらい。しかも、グッズもめっちゃ可愛かった。うん、こだわってた。こだわってます。だいぶこだわらせていただいて、もう本当に、もうめっちゃ可愛いんだよ、まず衣装が可愛すぎて。今500人見てるじゃないですか。うん。これ見てる人全員来たら埋まりますよ。え、そうだね。うん、来てくれるの？でも多分ね、もう申し込んでくださった方もいらっしゃいますし。うん、ね、もうどうしても来れないよっていう方ももちろん、なんかね、その後配信とか DVD とかあったらそちらでチェックしていただきたいんですけど、そう、まずそう、衣装がめちゃめちゃ可愛くてですね。まあ、可愛い系、可愛いし、かっこいいし、もう大人要素も、大人要素もあるし、みたいな、もう全部の要素を取り入れて、で、プラス、今までに着たことのない感じ、柄みたいな感じで、新しい沙織をちょっと見せたいなっていうことでチャレンジさせていただいたんですけど、もうマジでめちゃくちゃ可愛くてね、今回衣装を生地から、一から作ってくださってて、もうものすごく、その、なんて言うんだろう、袖はこうしたいですとか、襟はこうしたいです、スカートの形はこうしたいですとか、もう本当に、いっぱい沙織の意見を取り入れてくださって、めちゃめちゃ可愛い衣装ができたんですよ。だからもう早く見てもらいたいし、来ていた生でね、見ていただきたいなって。だってさ、バイベの衣装見れるのってさ、バイベだけじゃん。確かに、ね、まあ、その日しか見れない。だって、そう、なんか灼熱とかみたいに、そう、他の対バンで来ますよってこともないじゃない。そう、ないの。だからもうバイベでしか見れないんだよ。だから例えば発表された後に後悔しても終わりってことですか？うん、そうだよ。やっぱあの時行けばよかったって思ってもね、来れないの。だから来てほしいの。うん、ね。でも耳がなんか生命宿ってる。はい、動きますよ。元気な子なんで。はい。かわいい。そうです。レアですよ。見てください。見てください。そう、衣装楽しみにね。そう、こだわりが詰まった衣装なの。そう、もう沙織の可愛いとこだわりが詰まった衣装。そう、ニュー可愛い。そうです、その通りです。ニュー可愛い。ありがとうございます。
ルノちゃん、ナイスアシスト、ルノ、いいこと言いでも、うん、本当に、ルノがいてくれてよかった。でも、ルノもね、バイブするんだよね。そうです。いつだっけ？さっきも、バイブの口やったんですけど、12月3日。3日。去年、沙織多分12月3日だった。え？しかも、聞いてください。どうした？実際の誕生日は私の方が遅い、うん、あ、そうだよね。そうなのに、私の方が早い。先に発表されたし、か、日付も早いから、沙織、バイベルやるみたいな感じになってたけど、やります。私の方が早いですけど、私の時は、123で覚えてください。123の日。あ、確かに、123。え、そうです。だから、沙織どうやって覚えてる？1216。でもきっと沙織の誕生日は覚えてるかな。12月17日、前日なんです、今回。だからさ、最後の22歳。22歳最後のかな。あ、22歳最後の。そう、なんか。22歳最後の日をお祝いできますよ。そう、お祝いするし。開脚してる。バーって。沙織はこんなに体柔らかくないから。私こんぐらいしか足入れかな。開脚こんぐらいしかできない。でもそういうことですね。そうなんです。見に来てください。そう、とにかく見に来ていただきたいんです。バー。わー。お。駅に着くのでスマホ切ります。そうですか。お疲れ様です。皆さん本当に。あ、ゆみもバイバーイ。ありがとう。そう、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。だいぶちょっと早めのお祝いを、初めてですね。私にお祝いしてくる、今年お祝いしてくださったのは。そう、タイミミかわいい、かわいいじゃん。うん。かわいい。そう、だからこういうのもちょっと拡散して、くれたら嬉しいななんて思ってます。なんかインスタライブって初めてですか？初めて。じゃあとっておきの時間じゃないですか。決定すべき。そうだよ、嬉しい。でも難しい、どうしたらいいか分かんない。どうしてもなんかさ、見てるとウェーブとか送ってくれるからさ、それどうやってやるんだろうって思って。ウェーブって何ですか？なんかこういうバイバイみたいな。あ、お手振りになる。おなさん、ハート作ってください。いいよ。え、ちょっとそれ今日ちょっとね、ちゃんとお手手が、なんかマジでハート、ちゃんとハートね、機械がハートって認識するぐらいのハート。分かった。背景、背景あれ、なんかオナさん、ここがね、うん、あ、ここもうちょっと開いた方がいい。ここですね。え、離れちゃったよ。ここ、え、なんか開いて、ああ、え、どういうこと？なんか、あ、こう、こう、こう、どう、どう、なんか、ハート、機械が認識する。ここですね、ここ。この影がハートって認識する。影がハートって認識するの？こういうこと、あ、こういうこと？どならない。なんで？あ、お腹鳴っちゃった。あ、お腹鳴っちゃった。私も鳴ったよ、さっきのインスタで。待って、めっちゃ恥ずかしい。これ恥ずかしいね。アーカイブ？面白い。アーカイブは、12時くらいまで、ちょっとね、インスタライブの時間早めちゃったから、見れない方もいらっしゃるかなっていうことで、あとね、もっとたくさんの方に来ていただきたいということで、ちょっと12時くらいまで残そうかな。0時ですね。くらいまで残そうかな。あれ？出てこない。なんかハートしたら、うん、赤いハートが出てくるんですよ。嘘だ。本当ですよ。なんでそんな詳しいの？全然わかんないんだけど、沙織。私は先輩なので。うん、インスタライブの先輩。インスタライブ先輩。先に何分か前にやった先輩。何分か前だけにやった。え、もうどうやったらいいの？そう、認識してもらえない。本当にそれな。可愛すぎます。ありがとう。あ、可愛いから人間じゃないと思われてる。あ、そういうこと？可愛すぎて。あ、なんかアニメのキャラクターですみたいな。あ、そうそうそう。なんで出てこないの？本当だよ。ハート出ない。もうどうしたの？でもなんか、みんなが送ってくれてるの。これのハートは。この横のやつは。あ、そうです。ここに、ここピン。みんなからのなんかハート溢れてる横からのちっちゃいやつ。これじゃないんだよね、だから。そうですね。悔しい。悔しい。はい。なんか、はい。あ、これ強さではない。同じ背景のところで。かった。あ、待って。なんか、オナーさんってここが。待って、髪の毛、こことかどう？オナーさんのハート多分手がちっちゃいからかもしれないんですけど、うん、ここが開いてないから、うん、ハートに見えてないってこと？で、このハートができた時に髪見てください、うん、私の。これの。あ、でも綺麗、綺麗だね、形が。これでさっきできたんですけど、ん？あれ？待って、ハートチャレンジしてたら、いつもずっとそれで、ずっと出ないじゃんって言われちゃう。バイベン。あ、そうだ、バイベン、そう、バイベンの話をしてたんだよ。もう！ピースしてください、ピース。ピース、ピース。なんで？なんで？もういい。うーん、
ない。チャレンジはやめない。あ、寝ないよ。ね、なんでなんですかね、なんかなんでですかね。初めてのインスタライブは出ないですよとかあるのかな。沙織先生頑張れ。沙織先生頑張ってる。沙織先生わかんないよ。くそ。やっぱインスタライブの事前準備とかはね、できないもので、やっぱやってみてね、学んでいく、うん、あ、ごめんなさいね、ちょっと鏡の目の前にやって鏡を見てました。でもちょっと前髪がね長いんですよ。長くて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 、そう、はい、じゃあバイベの話しようかな、うん、そう、衣装はとにかく可愛くて、でも可愛いだけじゃない衣装で、今グッズは考え中、うん、考え中で、もみんながその普段見つけられるかどうか分かんないけど、あ、分かんない、まあ分かんない、人によりきるかもだけど、うん、あの、そう、ちょっとでもこうたくさん身につけられるものがいいなって思って、ちょっと今考え中でして、うん、でも本当あのいっぱいいっぱい、あの会社の皆さんにお願いをいっぱい頼み込んでやってます、制作してます。瀬戸りどんな感じですか。まだ全部は決めきってなくて、みんなの意見とかもねちょっとずつ聞きながら決めていこうかなって思ってるんですけど、はい、でももう、うん、あの決まってる曲ももちろんあって、こういう曲歌いたいなって。お、かわいいですか、めっちゃいろんな系統か。そう、いろんな系統の曲、うん、バイブいかせてください。もう何回も演習がどうしよう。で、あ、動画見てください。じゃあ私も終わった後ね。そう。で、いろんな曲歌いたいなとは思ってるんだけど、あの、まあ、曲の数は、まあ、去年よりもしかしたらちょっと曲の、なんていうの？曲が多め？曲多めかなって感じです。また合唱ありますか？それはもうね、言わずもがなって感じなんですけど、毎年ね、サウリン合唱団って言って、あの、合唱を、あの、やってるんですけど、あの、来てくださった皆さんと一緒にね。だからその合唱は今年もしたいなって、あの、やっぱ手遊びとか、あ、なんかね、ルノちゃんがなんか言ってくれました。そう、なんか手遊びとかもみんなで一緒にできたらなって思ってるので、それは今年もね、まあ、いや、もう絶対にやりますとは言わないけど、できたらいいなって感じ。かわいい、ありがとう。できたらいいなって感じなので、あの、じゃあ最近やっぱ手遊びしてないなとか、でも最近歌いたいなって方は来てほしい。あ、そうなんですよ。それを活かせるってめっちゃ良くないですか。そう、ちゃんと保育士さんの資格を取ってから、あと幼稚園の先生とね、ベビーシッターさんとの資格を取ってから初めてのバイフェなんです。確かに。だから本当のっていうか、なんて言うんだろう、資格を持った。確かに。じゃあ、お姉さんの生徒になれるってことだ。相当年齢層がこう、なんて言うんだろう、下から上まで老若男女ね、いらっしゃいます。いそうですね。扱いますよ、お姉さんの全員を。本当に。いや、だからみんなもね、一緒にこう手遊びとか。で、さすがにちょっと皆さんがね、恥ずかしがり屋さんだということで、ステージにこう、上がっていただいてとかは、ちょっとやめようかなって思ってるんですけど、いつか沙織なんていうんですか、皆さんをステージにこう上げて、一緒になんか、踊ったりとか、一緒に手遊びしたりとか、なんかお遊戯会みたいな感じで何か一つ、こう何かできたら楽しそうだなとは思ってるんですけど、でもさすがにね、ちょっと恥ずかしがり屋さん多いので、ね、今回はみんなと一緒にこんな感じで、いつもの感じでね、手遊びとか、歌とか、絶対にやるとは言わないよ。でも、できたらなって思ってます。本当に可愛かったから、見てほしい実物。600人。わーい。そうね、嬉しい、いいな。そう、幼稚園。私は今思ったんですけど、うん、来てくださいっていっぱい言っときましょう。なんか、うん、なんかインスタライブ結局、うん、見た後に、うん、あ、インスタライブ見てちょっと行きたくなったなだけで終わったら、うん、悔しい。それは悔しくないですか。多分私の時は多分そうだったんですよ。だから、そんなことないよ、みんな。よし、行こうって。違うです。だから、あの、もう今ここで、行きたくなったなーじゃなくて、もう行くっていう決意をさせないと。いいんですか？していただいてもいいですか？決意をしてください。もう終わる頃には、決意をして帰ってほしいです。なんか、決意を、そうだね。固めて、固めてね。
なんかまだドロドロのまま帰るよりは固めて固めて、あの全然今こう抜けてあの応募してくださってもいいですし、あのアーカイブ12時くらいまで残すのでね、行くか迷ってるから背中押して聞いてお願い、絶対に絶対に楽しいと思う、行く自信がある、うん、から来て、うん、あと10分だって早い、もうあと10分だって、ほら、あ、わ、わ、え、今リアルタイムで申し込んでる人いますか、いますか、今から申し込めそうみたいな、申し込めそう、もう今決意していくって人いらっしゃいますか、願い、願い、みんな来たよ、インスタライブをする意味をちゃんと、うん、あの帰る頃には持って帰りましょう、うん、持って帰ります、はい、もちろんです、私の分まで皆さん行ってくださいって、ヤギしおりが、ああそうですよ、ヤギしおりの一席の分を皆さんにっていうことです、そういうことしおり、よくわかってる、あ、終わったら申し込みをありがとうございます、およかった、一部申し込もうかな、そうです、そう、申し込もうかなじゃなくて申し込んでくださいお願い、あの一部はね、あのより見られる可能性はちょっと高めかもしれないので、今のところね、今のところ。20時20分に決めて。お、ありがとう、行きます、ありがとう、決意固めて申し込んだ、え、嬉しい、今決心して申し込みちゃう。ありがとうございます。わあ、すごく、インスタライブをしてる意味が、できますね。嬉しい、嬉しい、嬉しい。よかった、よかった。2部行きます、ありがとうございます。嬉しい、待ってます。もう申し込んでるよ、そうですよね、申し込んでくださった皆さんも本当にありがとうございます、もう本当31日の、 あの12時までなんですよ、お昼ご飯のね、うん、12時までだから割ともうちょっとでね、うん、申し込み終わっちゃうから、申し込み済みの方もいますよね、ぜひぜひ、嬉しい、ヤギしおりの分も来てください、これ終わったら申し込むよって、嬉しい、ありがとうあ、有給通ったからこの後寮部申し込む、嬉しい、ありがとうございます、待ってます、皆さん有給消化しましょうこれさ、俺が言っていいことかわかんない、有給消化しましょう皆さん、あのもうちょっとで終わっちゃうんでね、一部だけしてたけど二部も申し込んじゃおうかなって人いますよ、待ってます、本当に一部行きます、二部迷中です、もう両方来てください、わ、もしかしたらさ、まあ、沙織の今までの傾向で言ったら一部と二部のセットリスト違ったりとか、まあ、やること違ったりとかするかもしれないから、うん、絶対両方来てくれた方が楽しいと思うあ、そうそうさ、ルノもさ、これつけだよ、やですよ、だってあと10分で終わっちゃうんだよ、ほらほら、お願い、やだよ、で、ルノもさ、バースデーイベント来てもらおうよ、それで、ね、私の時間は終わった、はい、はい、じゃあルノつけて、今ルノのね、うさみみちゃんね、待ち時間ということで、皆さんのコメントちょっと読もうかな、もう本当に全然あのどこの席でもあの私のことじっくり見れるし、そう、あのお見送り会が復活したそうですね、私それ知らなくて、あの最後ね、お見送り会、あの本当長い時間は喋られないんだけど、あのこうやってね、しっかりこう目と目で、ありがとうってできる時間はあるから、もうどの席でも楽しんでいただけると思うし、あのもう絶対に沙織が見るから、あ、そう、ライブ中に見つけてくれる、そう、沙織が見つけるか、お顔が可愛いです、ゆげしおり、ありがとう、褒め上手だね一部一二部申し込みするよ、この後に、嬉しい、ありがとうルノと沙織どっちに行こう、どっちも来てください、もうどっちも来てください、だってもう今年も終わっちゃうんだよ、早いよね、なんか来てるの、それもうちょっとさ、下につけんだよ、下に、ルノシャンの合唱ありますか、あ、言い切れないけどあるか、ね、午後休取るか、ぜひ午後休取って一部も二部もぜひ来てくれたら嬉しいな、どっちも行きたい、どっちも来て、一部申し込んでたけど二部も行く、あ、嬉しい、ありがとうございます、おね、え、普通に、そう、23歳になるんだよ、ソリマンニャンニャン22歳なんですけど、23歳になるの、マジで衣装本当に可愛かったですよ、超衣装すごい、え、あ、ルナちゃんのウサギさんが来ました、ルナウサギさん、イエーイ、あーかわいいってなってる、うん、かわいい、かわいい、なんかまんまるだね、かわいい、まるっと、かわいい、ね、ルナはバ
ライブもう一回言おう。12月3日、123です。123ね、どこでやるの？ですね山のホールですですって。山の音楽家、音楽家のルノシャン何弾こうかな、歌っちゃうしキュッキュッキュだし来てください、はい、ルノウサギも言ってますし、来てください、はい、ぜひ。私オラさんに歌ってほしい曲何個かある。あ、そうなの、うん、そういっぱいストーリーとかコメント、ブログのコメントとかも、うん、歌ってほしい曲ブログのコメントとかでやったらもしかしたら歌ってくれるかもしれませんよ。そうだよ、歌うかもよ、お願い、歌う、待ってるよ。はい、ってことであとちょっとで終わってしまうので、うん、宿舎タイムなんて、宿舎タイムしよう。ちょっとだけ前髪直させて、ぴょんぴょん。あ、じゃあうさぎさんつけようかな。うん、つけるべき、つけるべし。これがさっきからさ、沙織のさリップがコロン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 コロコロコロンコロン。はい、こんな感じなのかな、インスタライブってどうなんですかね。初、沙織の初めてのインスタライブはどうでしたか。皆さん大丈夫でしたか。全然大丈夫、可愛いが溢れた。あ、何コメント消してんね、何そういうのあの、消しますよ。どういうこと。ね、あ、皆さんのなんかスクショス、あのしてくださいあ、まあ、スクショポーズをまず募集しましょう。スクショポーズを募集します。一つだけ、うん、宣伝していいですか。いや、もちろんですよ。すいません、あの今日の21時からハロツーのマリオパーティーの配信があるので、うん、見に来てください。あのもう撮り終わってるやつなんですけど、マリオパーティーいいよね、楽しいよね。そうなんです、私しめんちゃん3人と私でやるので見に来てください。え、いいね。ルノとかさゲーム上手そうだから、え、見応えありそう。聞きました。え、ゲーム上手だって。ゲーム上手そう、ありがとうございます。うん、上手なんですよね。上手そう、ありがとうございます。すごく嬉しい。恥ずかしい、沙織のさ、あの折れてる櫛をこう使うっていうね恥ずかしい。はい、そんな私のスクショタイムをそうそういきますか。コメントかわいい、うさぎポーズ、そうだね、確かにうさぎポーズ、あ、ハッピースマイルね、いいよ、みんなお願い、うん、本当に来てね、待ってるから。沙織よし、じゃあハッピースマイルにし、どうしたの。沙織を今回で覚えるんだから。なんかここにないんですよね。え、下にある。え、どこ、これだ。あ、でコメントオフだ。来た、あ、来たー、すごい、もうたくさんの方に支えられて私は初インスタライブを終えようとしています。それではうさぎポーズ、うさぎポーズ、前髪整える時間長すぎ、ちょっともう長くてね前髪整えるポーズですよ、もうそれはよし、こんぐらいで、え、もうさ前髪がさ、はっていうね気持ち分かりますか。はい、え、もう前髪がー、待って本当にごめんだけど、ちょっと待って、本当にかわいい、待って、私のこの折れてる櫛で、もう櫛もそうそう買わなきゃね。やばいね、時間もね、もうだよね、ちょっと待ってね、本当にめちゃくちゃかわいいですよ。もう何をしていたの私は。はい、行きます。うさちゃんポーズ、うさちゃんポーズ、行きます。ぴょんぴょん。ぴょんぴょん。かわいい。からの？ハッピースマイル。ハッピースマイル？はい。いきます。あ、かわいい。あと、バイビキテネポーズ。バイビキテネポーズ？お願い。あ、かわいい。うん。うさぎ。はい。以上です。もう終わっちゃうんだって。よし。みんな、あの、ハッシュタグ、小野田沙織、ハッシュタグ、バースデーイベント、ハッシュタグ、サオペン、ハッシュタグ、バイベ来てねで、ぜひ X とか、はい、まあ、インスタグラムももちろん、いっぱい、いろんなとこで告知してくれたら嬉しいです。で、これコメント復活させたい。どこ押した、どこ押したの、これどうや、わかんない、この点点点点点押して、このコメントオンにする。オンにする。これね。OK。おー、できた。はい。ということで、わー、沙織の初インスタライブは終わります。やったね、皆さん、あの本当にね、お仕事やお勉強
終わりに見てくださってありがとうございます。本当に一日お疲れ様です。かわいいって来てます。かわいい、嬉しい、ありがとうね。12月が待ち遠、みんなね12月が待ち遠しくなってくれていたら嬉しいなと。あ、拡散お願いします。思います。拡散します。ありがとう、みんな本当に優しい。もう次はちょっとその余裕も持ってコメントとかも読めるようになりたいなっていう、と自分のね、次に活かせるポイントを見つけちゃったので、またインスタライブできたらなと思います。ルノもありがとう、いっぱい。ルノのおかげでなんとかここまで来れた。本当にありがとう。いっぱい教えてくれて。ちょっと今日でね、いっぱい学ぶことができました。怖いよ。ありがとうございます。沙織凱旋公演も控えてるんです。もう少しでね。そうだ。ツアーもあります。静岡でのツアーもあるので、ぜひ皆さんたくさん会いに来てくれると嬉しいです。ということで、やばい、さすがに耳を。ピッ、ピッ、気をつけ。ピッ。右手よりもかわいい。かわいい。シンプルかわいい。ありがとう。はい、ということで以上でも最後にもう一回言っとこう。12月16日ランドマークホールでバースデーイベントを行うので、そして受付は31日の12時までです。ぜひ、はい、来てください。イエーイ、待ってます。ということで終わります。バイバーイ。ルナもほらおいでよ。ごめんなさい。大丈夫か。バイバイ。バイバーイ。来てね、二人のバイベ来て。来てね。最後にハート出そうと。出るかな、出るかな。あー、なんでない。なんで、なんで、これは。じゃあ次の目標は、ハートと、はい、これなんか出るんだよね。ピースまでは。を出すことにします。出ない、なんでだね、行かないね。すごい、もうファンの方と同じ感じで、ヤギシオリはコメントいっぱいありがとう。ありがとうございました。どうやって消すのこれ、やばい、一生終わらない。サオリ右腕の、右腕じゃない、右腕のどこにあるかな。右上のバツです。おっしゃって、本当に大丈夫、もう押したらもう大丈夫ですよね。皆さんとはもう入れなくなりますよ。あ、ええ、悲しい、それは。シンプルな、シンプルな素のサオリが出てしまった。ありがとうございました。いくよ、押すよ、はい、いける、いいよ、せーの。